なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第3章12、平行世界のユミエラ大作、朗読を始めます。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第3章12、平行世界のユミエラ大作。翌朝、今日もレムーンは我が家の食卓にいる。彼には前世の記憶の件を説明済みだ。昨晩に引き続き二度目ということもあり、いくらか省略してスムーズに話すことができた。ふーん、異世界の記憶ね。遠慮なしにパンを頬張っていたレムーンは半信半疑といった様子だ。これが普通の反応だよね。前世同行の話は嘘だと思われても構わない。私に世界を滅ぼす意思がないという一点だけを信じてもらうことが重要だ。証拠を出せと言われても困るので信じてもらうしかないですね。まあそれくらい突飛な原因がないとお姉さんの特異性を説明できないんだよね。世界を滅ぼした平行世界の私と今ここにいる私は別物だと分かれば十分じゃないですか。滅んでしまった世界は気の毒だが、私には手の届かない範囲での出来事だ。私と向こうの弓矢らは関係なし。交わることのない世界を生きる私たちは永遠に出会うことがない。よし、これで終了。激動の日々もこれで終わりだ。しれっと私のスクランブルエッグを頬張っているレムーンとも別れの時が来た。闇の神を追い出す算段を脳内で立てていると、彼は人好きのする笑みを浮かべていった。じゃあこれからは平行世界のお姉さんの対策会議だね。へえ、言ってなかったっけ？平行世界のユミエラ・ドルクネスは必ずこの世界に来るよ。え、世界を一つ滅ぼしただけでは満足しないの？向こうの私、凶暴すぎない。なんでわざわざここに来るんです。向こうの私は何がしたいんですか？前に話したよね。レベル上限解放。あ、レベル上限を解放する方法の一つ、平行世界の自分を殺害すること。なるほど、私の狙いは私か。でも、この世界に来るとは限りませんよね。平行世界なんて数えきれないほどあるんでしょう。同じ平行世界でも距離みたいな概念があってね。例の世界はこの世界と隣接しているんだ。じゃあ逆隣に行く可能性もあります。50%、結構高いですね。いいや、100% の確率でここに来るよ。だって、他の世界のユミエラ・ドルクネスはもういないんだから。ああ、そういうことか。大多数の世界の私は、乙女ゲームのシナリオ通りに倒されている。例外は、アリシアたちに勝ってしまった平行世界の私と、全くの別ルートをたどったこの私。あまたの平行世界の中で、生き残っている私は二人だけ。レムーンの危惧は当然のことだった。別な世界に移動するのって可能なんですか？レムーン君にはできないんですよね。そもそも向こうの私がレベル上限解放の方法を知っているとは限りませんし。そこは、まあ、裏で手を引いている奴がいるんだよ。今までよどみなく応対していたレムーンが言葉を濁した。予想するに奴とは、レムーンより上位の存在だろう。平行世界に一人だけのレベル上限が99を超えているような奴。平行世界の私より、そっちの方が脅威だと思うんですけど、そこはあまり心配しないで。世界に干渉するのにあいつもいろいろと制限がある。大事に貯めているリソースを使うのは嫌がるはず。私は私と殴り合う準備だけしてればいいと。そういうこと。レムーンからもたらされる情報を鵜呑みにするわけではないが、今は彼の言葉を信じるしかない。私と私のバトルか。今まで私は自身のハイスペックさのゴリ押しで諸々の戦いに勝ってきた。それが通用しない来たる戦いは辛いものになるかもしれない。史上最強かもしれない強敵に思いを巡らせていると、パトリックがダイニングに入ってきた。おはよう、
ユミエラ、すまん寝坊した。おはよう。昨日はいろいろあって疲れたからね。体調は大丈夫そう。ああ、ユミエラも無理はするなよ。パトリックは椅子に座りながら、ちらりとレムーンを見て続ける。彼に例の話は、大まかに話したよ。前世の記憶があるって。あ、それでね、それでね。平行世界の私がこっちの世界に来るみたいなのよね。その対策をしなきゃって話をしていたとこ。そうだ、こっちにはパトリックがいる。単身で来るであろう向こうの私には悪いが、彼の助力があれば勝ちは揺るがない。しかし、頼れる我が相棒は物憂げな顔だった。それは、ユミエラが対処する事柄ではないはずだ。例の彼女とは無関係なのだから。彼女の狙いは私みたいだから、遭遇は避けて通れない感じなのよね。いいのか？ええ。何が？平行世界の自分と中身は別人とはいえ同じ顔をした人間と戦うなんてあまりに酷じゃないか？悲しそうな顔で彼は語る。酷かな？私は私と相対する場面を想像した。私は前世の記憶というアドバンテージを持っていたが、彼女にそれはない。何も持たずに厳しい世界に投げ出されて、味方を得ることなく世界を憎んだ彼女。私がパトリックやエレノーラと過ごしている間、彼女はずっと一人ぼっちだったのだ。彼女はまがうことなき裏ボスで、絶対的な悪で、この世界の脅威で、でも私に彼女を責める資格はないかもしれない。彼女は凍った無表情のまま近づいてきて、私の腹を殴る。彼女はもっと痛かったはずだ。甘んじて受け止めよう。彼女は私の方を叩く。顔はダメってのが暗黙の了解じゃろがい。貴様、やりやがったな。ムカつく顔をしやがって、その無表情っぷりも気に入らねえ。私は彼女に飛びかかり、拳を振り上げ。あ、大丈夫そう。手加減とかしなくていい分、他の人より殴りやすそう。ええ。今ね、頭の中で想像してみたの。本気の殴り合いになったわ。お互いに顔面狙い。ええ。そこまでドン引きされるとは思わなかった。まあ、私の未来予想は大体外れるので、平和的な話し合いでなんとかなるかもしれない。できるだけ穏便にしたいのよ。でも全部が向こう次第だから。ああ、なるべく平和的に頼む。いざとなれば俺も加勢するが、ユミエラと戦うのは辛い。いやいや、向こうのユミエラは私と別人だから、配慮する必要なんてないよ。中身が別だとしても、ユミエラは俺の顔をした奴と戦えるのか。外見だけパトリックの悪人ということか。愛おしい彼の姿で悪行三昧とは許せん。まずは顔を変えてやる。原型を止めないほどボコボコにして、普通に戦えるけど、むしろやる気が上がる。そうか、ならいい。そっけなく答える彼から哀愁を感じた。なぜ？それからパトリックとレムーンを交えて、平行世界ユミエラ対策会議が始まった。対策って言っても何をすればいいんだろう？いつ、どこに来るのかすらわからないからな。ユミエラ相手に罠が通じるとも思えない。初手から万策尽きた雰囲気が漂い始めるが、レムーンが不敵に笑い出して言う。お姉さんたち、僕の権能を忘れたの？僕はダンジョンや魔道具を管理する立場にあるんだよ。普通ではお目にかかれない最強クラスの魔道具があれば有利になるよね。おお、すごい。アイテムドロップ率の操作とかできちゃうのか。乱数調整はまさに神の所業だ。素直に尊敬の眼差しを送ると、レムーンは機嫌を良くする。まず、そうだね。お姉さんの弱点である光属性の武器とかどうかな。人間たちがバリアスのダンジョンって呼んでるところに、最高クラスのものがある。闇を切り裂く光の剣。制作には光の神サノンも関わった一品だ。うん。あのダンジョンの最深部に到達できる人間なんてまずいないからね。例の聖剣はまだ眠っているはずだ。でもお姉さんは持つことすら難しいだろうから、お兄さんが、どうかした？
バリアスのダンジョンってあれだ。学園の夏季休暇中に私が通い詰めたところだ。自分用の剣を入手するためにダンジョンを何周も何周もして、やっとの思いで闇属性の剣を手に入れた。その途中で私は直接触れることすら厳しい光属性の剣がドロップした。いらないので売っ払って、最終的にアリシアの手に渡って、私を後ろからブスッと刺して、その後はどこにやったんだっけ？あ、思い出した。危ないからブラックホールで消し去ったんだった。その剣、もうないです。へえ。ブラックホールで消しちゃいました。あ、消えたら再補充されたりは。じゃあもう入手は不可能だね。レムーンは気落ちした声色で言う。悪いことをしてしまった。なんとか元気づけなければ。まだまだ他にありますよね。なんせレムーン君は魔道具を司る神様ですから。うん、他ね。サノンの管理下になっちゃうけど、結界を展開できる魔道具があるよ。光属性だからきっと役に立つ。今はどこだったかな？サノンの教会にあったような。すいません。それも壊しました。レムーンは黙り込んでしまった。不憫すぎる。彼がダークなオーラに包まれているのは闇の神だからではなさそうだ。まずいぞ。嫌な予感がしてきた。レムーンは途切れ途切れに語り出す。そう、壊したの。じゃあ、しょうがないね。あとは、魔物を操れる大笛とかかな。魔物呼びの笛は魔物を呼び寄せるだけだけど、大笛は魔物に指向性を持たせられてね。その力を使うには僕の承認が必要なんだけど。ああ、ごめんね。やっぱり弱いよね。お姉さんが相手じゃ、いくら魔物がいても意味ないか。はは。いえ、そうではなくて、その大笛も壊しました、パトリックが。あとは任せたぜ、パトリック。私はもう無理だ。彼に目線で合図を送ると首を横に振られた。あれを壊したのはパトリックじゃん。あの大笛は大事に取っておくつもりだったのに、その場で壊してしまったのだ。結界魔道具も壊したくて壊したわけじゃないし。そんな言い訳を並べても、レムーンが一層不憫になるだけだろう。ああ、どんな言葉をかけていいのかわからない。ごめんね、レムーン君。もう頑張らなくていいよ。しかし、彼は諦めない。聞き取るのがやっとの小さな声を発した。エリクサーは、もう壊しちゃった。僕が丹精込めて作った魔道具なんだけどね。人間の役に立てばいいなって、頑張って作ったんだけどね。あ、エリクサーは壊してないです。見たこともないです。ああ、俺もそんな名前の魔道具は聞いたことがない。きっと今も、ダンジョンの奥底に眠っているはずだ。私とパトリックは協力してレムーンを元気づける。すると彼は一瞬で明るい表情に変わっていった。ほんと、やった。あのね、エリクサーはすごいんだよ。早速ある場所に向かおうか。かくして、私たちはエリクサーを手に入れるために遠出することになったのだった。しかし、私は知っている。エリクサーはそこまで使い道がないことを。でもまあ、少年の外見相応にウキウキと喜ぶ彼のためにも、今は黙っていようと思った。次回は、悪役令嬢レベル99、第3章、13、エリクサーを求めダンジョンへ、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。